国会の会期は、あと10日ほどに迫りまして、秘密保護法案を成立させるためには、今日が衆議院通過のギリギリのタイミングです。で、与党側が採決を強行すれば、安倍政権への強風が、逆風が強まります。ただ、採決を見送りますと、会期延長は避けられず、大詰めを迎える来年度の税制改正や予算編成への影響は計り知れません。 でそうした中、与党側は先ほど採決の強行を選択しました。中継です。はい、秘密保護法案ですが、つい先ほど衆議院の委員会で可決されました。今日この後この場所で行われます本会議で、えー、衆議院を通過する運びとなります。<laughs> <laughs> 政府・与党としては先週の採決をすでに1週間延ばして議論を続けていて審議は十分だとしています加えて来週には5兆円の補正予算案を閣議決定し来月半ばには税制対抗をまとめます下旬には来年の予算案防衛対抗、さらには普天間基地の移設判断の実質的な期限もやってきますきょうの採決を見送って会期延長せざるを得なくなる事態は避けたいというのが本音でした 一方、野党は採決の強行に反発していて、修正協議で合意していた維新の会も本会議の採決を欠席する見通しです。無理に衆議院を通すことで、かえって参議院の審議が混乱する可能性も出てきています。